キエフは、ウクライナのカメラブランド、ウクライナのアーセナル工場などで製造された。第二次世界大戦末期1945年5月に、降伏したドイツ東部に侵駐したソ連が、同年6月には、ドレスデンの栽水昆からカメラ生産設備を購入。購入という、ナノ接収の過程で、東部ドイツからソ連に輸送搬入途上、ポーランドにおいて、 かなりの生産設備の盗難が相次ぎ、さらに、ウクライナのキエフにまするアーセナル工場に、最終搬入の際までレニングラードからモスクワを経由した、輸送経路途上の倉庫中に数ヶ月間放置の浮き目を見、結果的にドレスデンから搬入された、再水痕の設備は、アーセナル工場での生産開始には使えず、イエナのカール・ザイスに、最終的に逆戻りで搬入された。イエナへ、 生産設備の残存ラインが搬入された時、ソ連はカールザイスに対し、生産設備を再製作した後に、コンタックスの生産をカールザイスで行うように指令した。カールザイス側は当初、カメラ事業は再遂行であり、自社は光学機器生産に特化していると拒否の姿勢を見せた。しかしソ連側に強く押し切られる形となり、 コンタックスの生産設備の再製作からスタートした。ソ連側は生産設備を2ラインに要求し、1ラインをウクライナ・キエフのアーセナル工場に搬入させた。イエナ・コンタックス・キエフ2の生産は、イエナでの生産が先行となる。したがって、要請から2年を経過した1947年から生産されたイエナ・コンタックスとキエフ2は、ドレスデン・コンタックスの最終型とは、 かなりの割合で部品が異なる。各部品は、ドレスデンから接収した部品も多く使われているが、1947年から1949年あたりまでの、イエナコンタックスとキエフ2-3、また、アーセナル工場での最初期生産分のキエフ2-3の部品そのすべてがドレスデンから接収した部品というわけではない。1945年、 再水槽の残った技術者たちは、その技術指導として、ソ連ウクライナ・キエフまで連行されたが、生産ラインのイエナでの再制作もあって、東ドイツ・イエナに戻されることとなった。イエナでの生産ライン完成後、キエフのアーセナル工場から多くの工場技術者がイエナに出向し、逆に、技術指導で多くのドレスデン、イエナの在室側の技術者たちは、キエフに向かった。そのため、 初期のカメラの精度はまさにコンタックスそのものであった。製造したキエフの多くは輸出され、ソ連にとって貴重な外貨収入となっていた。ソビエト連邦の崩壊以降はウクライナでは全く人気がなく、販売も稀で、ウクライナ国内での入手は困難である。他方、海外では一定の人気を保持している。初代ミノルタ16をベースに、ソ連独自のカスタマイズをされたもの。 レンズはすべてインダスター23メートル MF3.5。ベガニ以降のマガジンは巻き取り軸が細くなったため、ミノルタ16などには入らない。蒸気全機種で、ミノルタ16用マガジンは、使用化。66センチメートル半一眼レフカメラ。キエフ 60TTL マウントは、ペンタコン6と共通。キエフイワム型初期製品はコンタックスそのものであり。 その後も、紹介量に止まった。レンズ側には、絞りリングがなく、ボディ側から制御している。ニコンのレンズとはあまり相性が良くない。H は、アルファベットの N にあたり、ニコンカイマウントであることを表す。ペンタコンシックスのレンズを、ニコンカイマウントに変換するアダプターが存在した。ライザンに p 1 5 5ライザンに p 7 3 クラシックカメラ選果ナンバー9 35mm1 ガンレフカメラ P52 クラシックカメラ選果ナンバー9 35mm1 ガンレフカメラ P52 ありがとうございます